こんにちは、みさきです。こんにちは、渡辺です。テンション低くないですか？いや、そんなことないです。高くいきましょう。いきましょう。はい、はい、始まりました、みさきの部屋。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は、ちょっと遠出に、おすすめな部屋ネジをやっていきたいと思います。ブン。はい、はい、ちょっと GoTo も始まってしばらく経っちゃったんですけど、ちょっと経ってるね、はい、なんですけど、ちょっと遠出するときに、新幹線だったり、あと電車、車、もそうなんですけど、寄りかかる動作が結構長く続くんじゃないかなと思って、こう後ろにまとめちゃったりとか、高めのこうポニーテールとかしちゃうと、こう寄りかかったときにぐちゃぐちゃって、せっかくやったアレンジがちょっと崩れるのが気になる方も多いと思うので、そう引っかかれてるね、グッとな、はい、なので、今日はちょっとそれが気にならず、長い時間の移動でもちょっと崩れにくいアレンジをやっていきたいと思います。はい、ぜひ参考にしてみてください。はい、すいません、説明長くて、すぐもうスタートします。いきましょう。それでは動画キュン、よろしくお願いします。ヘアオイルを5滴くらい出します。手のひら全体に伸ばしてから、毛先、中間、表面までしっかりと伸ばしていきます。顔周りの産毛もしっかりとつけていきます。ブラシで全体を溶かしていきます。前髪の横のくれ毛を少しずつ下ろしておきます。利き手と反対の方にすべて持ってきます。持ってきた髪の毛を上下に同じ量になるように2つに分けます。自分から見て反時計回りに2回転回します。ここでゴムで結んでいきます。手を離してしまうと緩んでしまうので、まだ離さずに持っておきます。真ん中ではなくて、ここの外側のところに空洞を開けてくるりんぱをしていきます。そしてキュッとしていきます。この時に遅れ毛が引っかかりやすいので気をつけてください。ここをくるりんぱすることによってねじった部分が崩れにくくなります。崩していくんですけど、まずここの部分は膨らみが出るので崩さずに、ゴムの部分を隠すように少し広げてあげて、ここの部分がペタッとしやすいので少し膨らみを出すように引き出していきます。後ろもペタッとしやすい方もいるので、ほんの少しだけボリュームを出します。32ミリのコテで顔周りのくれ毛を外羽に巻いていきます。お顔をやけどしないように気をつけてください。毛羽立ちが少なくてバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。はい、今日のポイントは、ねじった後に手を離さずにくるりんぱをすることです。そのまま手を離してしまうと戻ってきちゃうので、その前に
くるりんぱするんですけど、そのくるりんぱをする位置も間違えてしまうとちょっと失敗、形がちょっと変な形になってしまうので、そこも注意してください、うん、それと、あと後頭部ですね、のボリュームも出すんですけど、出しすぎちゃうとその移動中にちょっと崩れやすくなってしまうので、うん、ほんの少し高さが出るくらいでちょうどいいかなと思います。はい、はい、これでぜひちょっとした旅行にやってみてください。はいそれではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。